ケンペネイングリッシュ体験者の声。I enjoyed English. すごい英語に苦手意識があったんですけど、今は今言ったように楽しいっていう風に思えるようになってきています。短い言葉でいいんだなっていうのがすごく自分の中でいいなと思って、そういうことで済むんだ英語って思って、ちょっと入りやすさを感じました。 あとやっぱ毎日こうでちょっとの時間でも毎日毎日ちょっとずつ触れるっていうのが、英語ってそういうところがすごく大事なんだなって思っていまして、でそれをでインプットアウトプットして帰ってくるっていうのがすごく励みになっています。